ザック・ウッズはアメリカ合衆国の俳優である。1984年ニュージャージー州のトレントンに生まれる。ユダヤ系の家庭で幼い頃から空手とバスケットボールをたしなみむ3人兄弟の漫画家だった。地元の高校を経てニューヨーク大学を卒業した。16歳の頃から地元の即興劇団の舞台に立ち、2004年にジェイソン・マンツォーカス主演のコメディエが テロリストで映画デビュー。それ以降はテレビコマーシャルやテレビシリーズなどの出演でキャリアを重ね、2010年にはスティーブ・カレルラが出演するテレビドラマザ・オフィスのレギュラーキャストとして出演して知名度がアップした。レギュラーとしてはそれ以外に2014年から出演したコメディシリーズシリコンバレーがあり、同作ではトーマス・ミドルディッチ演じる主人公らと共に 半導体メーカーなどがひしめき合う IT 企業の未集地、シリコンバレーで一企業を立ち上げる若者たちの一人を演じた。テレビでの功績から様々な映画の話題作へも出演しており2016年に出演した同名映画のリメイクゴーストバスターズでは映画の冒頭で幽霊に悩まされる博物館職員を演じたほかスティーブン・スピルバーグ監督の電気映画 ペンタゴンペーパーズ最高機密文書ではトム・ハンクス、メリル・ストリープらとも共演している。ありがとうございます。